ここからは新見さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんな話題の解説でしょうか、はい。はい、今日はこちら、面会交流について解説をします。<ー>稲垣さん、はい、面会交流という言葉、ご存知でしょうか。恥ずかしながら、知っておりませんでした。はい、なかなかね、うん、あの目にすること言葉ではないかもしれませんけれども。あの、法務省のホームページにはこうあるんですね。はい、子供と離れて暮らす父母の一方が、子供と定期的、継続的に会って、話をしたり。遊んだりして、交流することなんです。うん。 まあつまりこれはあの離ればなれの親子を指す、まあそのための用語だということなんですよね。はい、そうなんです分け合って離れて暮らす親子が限られた時間で顔を合わせて交流することなんです。で今回はあの離婚をしている夫婦を前提にお話をしますけれども、まあ、そもそもどのぐらいの割合で面会交流が実施されているかご存知でしょうか。ちょっとわからないですけど 半分ぐらいですかねそうですね、えー、厚生労働省が一人り親世帯を対象に取りまとめたデータでは定期的に面会交流の取り決めをしているという世帯はおよそ25%ーそして取り決めをしなくても交流できているという家庭が25なんですねうんこう見るとやはりまあこう何かしら別れてしまったとしても、はい、交流がある家庭交流をするというところが半分でも逆にいうとこちら半分はかなってもなかなか交流できていないということなのかもしれませんね。 このデータでは面会交流の取り決めをしていない、えー、一人や家庭で、えー 相手と関わり合いたくないからという理由で母子家庭は24.1%<ー>父子家庭では18.4%が面会交流を拒んでいるんです、うん、つまり別れた相手とは電話やメールをしたくないということなんですねこれ子どものことを思っと本当何とも言えませんよねはいそうなんですよはい、そこで県は昨年11月から面会交流を支援しようと民間のウェブサイトを来月まで無償提供をしているんです ですね。はい、はい。これは、えー、電話やメールと違い直接的な連絡を取らない分トラブルを避けられるのではないかといった期待が寄せられているんですががと言いますと <laughs> なすが,がなんですね、はい、そうなんです、はいえー、面会交流はトラブルになる可能性もあるんですね、えー、私が副理事長を務めている面会交流支援団体では有料で面会交流の仲介を行っていて、えー、日程調整はもちろん当日の子どもの受け渡しや 付き添いも行っているんですんまあ、日程調整はねもちろん大変なんですが面会交流当日にもトラブルになる要素はあるんです、うん、これもしよければ具体的な例でどんなことがあるんでしょうかね、はいえー、よくあるのは子供と一緒に暮らしている親からの要望で、えー、プレゼントを渡さないでほしいとか写真や動画を撮影しないでほしいといったことなんですまあ,あの普段離れて暮らす親からすると子供を持ってのことかもしれませんけれども 一緒に暮らす親の立場からすると子供の気を引かなないいいでほしとうさらに親権を争う離婚調停中となるとそうした行為がいい親アピールというふうに取られてしまう可能性もあるんです。いいやーこれななんんだかかもどかしでですすねそうなんですようん、はい、ということで県が支援として、えー、案内しているツールを使うことでやり取りはできても面会時に第三者の見守りがないためもしものと トラブルがあったとしてもそれが避けられるかというのが、ね、気になるんですんところですね。ということで、まあ、全国的な例を見ると<ー>過去には、ね、面会交流中の子どもの連れ去り事案も確認されているんですでこれどんな制度になるのが理想なんでしょうか、はい、面会交流は子どもの権利なんですね。 親と離れて暮らす子供が、その愛を感じながら関係を継続できることが理想的なんです。うん、子供に罪はありませんからね。はい、そうなんです。なので、両親が子供のための面会交流ということを認識して、面会交流が実施されるといいですね。ここまで新見さんでした。はい、ありがとうございました。